それでは奥という文字、この文字の書き方ポイントをやっていきたいと思います。この文字のポイントになってくるのは最後のこの L 字型のこの部分になってきます。この L 字があることによって文字全体のバランスの取り方、あるいは配置のさせ方が非常に問題になってきます。このフォント体の文字のバランス、配置のさせ方は実は良くない形になっているので、このフォント体のような形にならないように書いてあげること、ここがですね、この L 字があることによって、この L 字の特徴、そして L 字があることによって配置をどう書いていくのか、これが何よりのこの文字ポイントになっていきます。そこでこの文字、まず L 字の特徴から見ていきたいと思うんですが、この L 字をこう、書いていったこの上のこっちですね、乗っかっているもの、この文字だと、目の形が出てきます。でこの目の、作りが出てきたときに、まず空間が1つ目の左側の空間と、そして2つ目の下側の空間、2つの空間が出てきます。でこの2つの空間取りがまずこの L 字の特徴になってくるんですが、この空間取りとしてまず1つ、左側のこの空間に関してはある程度ですね、こうグッとこう出しておいた方がいいです。ところがなんです、同じこの空間、左の空間取りとそれから下の空間取り、2つの空間取りを合わせないように書いてあげるよっていうのが1つポイントになっていきます。例えばこの形で、左側のこの空間と同じだけの下側の空間ですね、この空間がだいたいこういうふうに同じぐらい空間を出してしまうことによって伸びすぎた感覚になっちゃうんです。なのでこの空間を少しですね、変化させておかなければいけません。左の空間はある程度空いておいて OK なんだけど、下の空間に関してはよいしょと、ここからですね、かなり削っておきます。なのでイメージ感からすると、左は開けて下は詰める、このイメージをまず持っていただくと、この L 字型はいいかなと思います。逆にこれ左側までですね、一緒になって狭く空間をつけてしまうと、ちょっとこの文字安定的に見えなくなってしまいます。なのである程度この、横幅というかですね、安定的に見せてあげるために、張りの部分、このよいしょ、ここですね、こっち側引っ張ってあげる横への、作り方をですね、ある程度伸ばしてあげた方が文字として安定してくるので、この横への広がりは持たせておきたい。ただ下への広がりはただただ伸びた感覚になっちゃうので、ここの下のですね、こっち側の空間、ここはあまり出さないよっていうのがこの L 字型になっていきます。なのでここの部分でまず一つ、左の空間を開けておくこと、そしてかつこの空間と合わせてですね、この右側の空間もある程度出しておきたいです。空間というよりも最終的にはこの、横線ですね、横線の長さをある程度出しておきたいんです。なのでこれ見た時に、この左側の空間も、ある程度空いてるんだけれども、右の空間もある程度空く、あるいはこの横幅として出しておくよっていうのが一つ特徴になってくるので、例えば、この空間、左の空間が3センチだったとします。仮にですね、この幅、ここの間の空間が3センチだったとすると、この空間が仮に、例えばですね、ここの空間がよいしょ、ここからですね、だいたいここがですね、2センチだと、つまり左よりも右の方が、短くなっているよっていう風になると、これ安定的に見えなくなってしまうので、ここは要注意になります。最低でもこの左側の空間と同じだけ、つまりこれだとですね、最低でも3センチは必要になってくるかなと思うので、3センチは必要。この文字なんかだとですね、この L 字型が出てきた時には、この左の、この空間よりも、少しですね、どちらかというと広くなっている、長くなっているぐらいなので、3センチよりも広げてあげて全然 OK になります。なのでここの部分が左の空間よりも右の空間、右の飛び出しと言っていいのかな、空間と言っていいのか、このあたりの、長さとしてある程度ですね、しっかりつけておくよっていうのが重要になります。この文字、この部分がよいしょ、しっかりと書かれていないと非常にですね、不安定に見えてしまったり、あるいは空間左側が出ていなかったりすると、非常に窮屈な詰まった印象になってきてしまうので、ここ要注意になります。この部分でですね、例えばこの文字以外にも、下に小の字が入ってくると、剣という文字、剣、
県庁所在地の県になりますね。こう書いててですね、ここの部分で仮にこんな形だ、空間こっち空いてんだけど右側の空間狭いよっていうなると非常に文字として不安定になっていてしまいます。なのでこの県という文字でも、まあ、奥という文字でもやっぱりですね、この横への張りというか安定的に見せておくために横線の長さというのはですね非常に重要になってくるので、ここを要注意で書いていただくといいかなと思います。これがまず一つこの L 字型の特徴になってくるので、空間あるいは線の長さ、ここにまず一つポイント、絞ってあげるといいかなと思うんです。そこでこの L 字型があることによってこの文字のバランスあるいは配置のさせ方、ここがですね次に問題になってきます。一つの特徴になってくるのはこの空間、左側の空間をある程度出しておいた方がいいよっていうのが一つの、まあ、ポイントというか特徴になってくるんですが、この空間をまず開けるということを考えた上でこのフォント体になるんです。このフォント体の特徴になってくるのはこれ左側、例えばこの上の網頭、ここのパーツですね、網頭というパーツになりますが、この網頭のパーツの左の縦線とそれから L 字のこの縦線が同じ、揃ってるんです。左側でこの揃ってる形を思い浮かべて書いていくと、これ何が起こるかというと、よいしょ、これ上からですね順に追って書いていってみると、網頭を書いていきますと、で網頭を書いた後次この左の縦線と左の縦線両方ともこの L 字型同じような形で揃えておくよっていうことを頭に思い描いてしまうことによって、次これこっち側書く、まあここですね、まあ、目の部分ですね、この目の部分が何が起こるかというと、ある程度こう空間出しておくよと、そうするとこの網頭の中心とこの目の中心がずれてしまうんです。そうすると一気に文字のバランスとして悪く感じちゃうんです。なのでこの文字もう一つのポイント、特徴になってくるのはこの文字の中心はどこなんだっていう問題、これが非常に問題、ポイントになっていきます。なのでこのフォント体なんかだと中心がずれてるんですね。この、網頭の中心とこの目の中心がずれてしまっていることによって文字のバランスがよく感じなくなっちゃいます。なのでこれあくまでもこの文字の中心というのは網頭の中心とそれからこの目の中心、ここの中心が合致していることが重要になります。で逆に言えばこの L 字型の中心というのは、さほど考えなくて OK です。この上のパーツ、この上のパーツの中心をしっかり取った上で、この L 字型をしっかり書いてあげればこの左側合ってなくて全然 OK な文字になるので、ここ要注意になってくるかなと思います。なのでこの文字の中心をしっかりとですね、書いてあげておかないと文字のバランスが非常にですね、あれなんかかっこよく見えないなっていうことになる大きな原因になります。なのでここまず一つポイントとして、左側空間開けるんだけれども、ここですね空間開けるんだけれども、左の縦線はこの網頭の縦線と合わせないよと、ここを気をつけておく、まあ、書き順からすると筆順からすると順に追っておくと網頭を書いて、まあ、この目を書いていく、ここがしっかりと中心取っていれば全然 OK な形になるので、ここ要注意して書いていただければなと思います。なのでこの文字の、ポイント、特徴になってくるのはまず何よりもこの L 字の特徴、この空間をどこに出しておくのか、そして文字全体のバランス、中心をどこにするのかっていうのがこの文字何よりの特徴になってくるので、しっかりこのあたりをですね気をつけて書いていただくといいかなと思います。ご視聴いただきありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録ポチッとお願いします。僕のことを応援していただける方は概要欄の公式 LINE にて友達登録もよろしくお願いします。それでは良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。